みなさんこんにちは、こんばんは。私たちベイビーウルフです。みかみんです。はらちゃんです。イエーイ、 イエーイ。今日はですね本日はですね、このなんかね、仲良さそうな色合いで、みかみんさん溶け込んでないですか？そう、溶け込んで、ちょっと使いの色とね、後ろのちょっとも被ってるんですけど、ね、あの疑心暗鬼の小屋というゲームをやりたいと思います。はい、はい、イエーイ。ルールお願いします。それでは議論開始してください。どうぞ。はい、おはようございます。おはようございます。あの、うん、めっちゃ怪しくなっちゃうんですけど、うん、人間不信です。あー、オッケーオッケーオッケー。私も人間不信だった。おお、うん、これはこう、あ、ん？これって聞けるんでしたっけ？できる。あの、聞くことはできる。見ることができない。あ、何でしたか？え、人間不信、人狼。人間不信、人狼でした。あら？仲良し。信じれないな。ちょ、どうしようかな。とりあえず今のところ疑ってます。オッケーオッケー、私も疑うわめっちゃニコニコしてるんだけど。とりあえず引っ越すかな。はい、うん、どうぞ。はい、先に引きました。はい、あ、じゃあ私も引きますね。はい、はい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 。で、先に言いますね。うん、人間不信でした。お、だから人間不信、人狼、人間不信。うん、おー、だから嘘ですよね。じゃあ合ってるかも。なんか、いや、原ちゃんがちゃんと本当のこと言うのかなと思ってて、私生存者、人狼、生存者だったのね。で、ちょっとカマかけてみたので、結果、原ちゃんが人間不信って言ったからどっちみち交換はできなかったんだけど、はい、これで人間不信をちゃんと引いてきたみたいなことを言うのかなって。まあ引くか分かんないけど、これが人間不信だったら引けないんだけど、それを試したくて言いました。だし、私は原ちゃんが人間不信って言った後に人間不信ってわざわざ嘘ついてるから、うん、私が一番最初に自分を人間不信って言ったら、あ、交換できないねって自分から仕掛けてることになるけど、原ちゃんがもう交換できないことをもう設定しちゃった上で嘘つく意味ってあんまりない。まあそうなんですけど、なんだろう、なんかもうロジックとか一旦置いといて怪しい普通に疑っちゃってるなんでだろうな。なんだろうな。え、もう一回確認していいですか？うん、人間不信、人狼、人間不信。私は、今本当のことは生存者、人狼、生存者。生存者、人狼、生存者。うん、これは人間不信。あ、違う違う違う。人間不信、人狼、人間不信か。あ、生存者だ。生存者ですよね。うん、信じられないな。なんでだろう。だって普通に、まあそうだね。まあ、私は原ちゃんを疑うしかないから、やっぱりどうやったら原ちゃんが本当のことを言ってるっぽいっていうか、人間っぽいくなってくれるかなと思って自分が嘘ついたのね。え、なんか私のこと怪しんでる感じがしないんですよね。だから人狼なのかなって思ってる。あ、でも私は人間不信って言った時点で人狼、人間不信、人間不信もあるかなと思ってるから、うんうんうん、私は安易にとどまることはできないなと思ってる。へー、安易にとどまることはできない。うん、だから原ちゃんが今人間不信って言ってくれたし、なんかお互い立ち去ります。本当のことっぽいなって思ったけど、もう立ち去ります。だめだめだめ、私出たいんですけど、小屋から自力でね、自力で帰ればいいか自力で、ちょっと自力で頑張って帰りません。自力で頑張ればいけるかこれいや、でもね、原ちゃんのこの感じは人間っぽい気がするんだけどね。人間なんだけどな。はい、では議論終了です。カードを出してください。あれ、うん、はい、いきます。うん、はい、せーの、とどまるではお互いに招待カードを開けてください。せーの、人間不信、生存者信じれなかった。2人とも負けです。信じれなかった。私小屋にいるのに信じれなかった。ドア閉めるよ私だけ死にました。私だけちょっと、そうか、私もあれがちょっと裏目に出ちゃいましたね。で、信じれなかったな。生存者でした。人間不信、ね、やってしまった。人間不信、本当のことを言ってた。で、生存者ですね。あー、悔しいな。やばい、信じれなかった。下手なことするもんじゃなかった。いや、信じれなかったな。なんでだろう、なんか怪しく見えちゃった。そう、なんかね、私もでも結構
心の中でどうしようどうしようみたい な焦りみたいな、ね、この嘘は果たしていいのかみたいな自分に対してもね自問自答してたからなんかそっちに聞い取られててハラちゃんを疑うっぽい感じになってなかったのかもね。だからハラちゃんもさ疑われてる感がないって言ってたの。このゲーム心理戦ですわね、うん、ね。私はちょっと怖かったけどね人狼人間そうですよね知らなかったから。いやいいゲームでした。いいゲームでした信じれなかったそれでは議論開始してください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。どうぞ。あ、なんだっけ、うん、生存者です。うん、これはこれ人間不信です。ほう、生存者生存者。ほう、じゃあ生存者引いたら破綻。うん、どうする。こっち見れるけど。うん、こっち見れる。あ、そっか、うん、A じゃあ見ます。ちょっと待った、なんだなんだなんだ。あー、OK、あー、OK、あー、OK、OK、あー、OK、あ、いいよ、どうぞ。え、見ていいんですか。うん、え、あのね、あ、いいよ、どうぞ。いいんすね。うん、いいよ、どうぞ。生存者だ。オッケー。おお。あ、こっちですね。しかも。あ、そっか。はい。あ、あのね、私はお互いが交換できる立場にあるっていうことが分かった時点で、ハラちゃんがこっちを引くのか、私のカードを見ようとするのかで、どっちを選択するのかなってちょっと思ったの。で、個人的な見解だけど。こっちを見ようとする方が人間っぽいのかなってちょっと思ったから、うん、あのもしこっちを見ようとしたらやっぱ人間不信みたいな感じで言おうかなって思ったんだけど、見てくれたから一応ちょっと人間っぽいと思ってます。はい、どうしますか。どうしようね。あ、でも見てこれを見ることもできるから、じゃあ私はハラちゃんのカードを見ようかな。人間不信って言ったんだよね。はい。え、生存者人間不信って言ったんだよね。はい。オッケーオッケー。おお。清いね。あ、もう、あ、そっか。なくなったから二人とももう一枚ずつ見れるね。そうですね。うん。見るか。じゃあお先にどうぞ。ほうほう。はい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 。人狼だね。人狼。はいはいはい。じゃあ私も見ますね。ええ。ええ、A、人狼。じゃあ人間不信だね。え、ちょっと生存者生存者あれちょっと待って、ごめん、あ、人間不信か。生存者持ってきて人間不信、うん、人狼で最初私生存者生存者だったから、うん、で生存者でしょ。生存者、あ、これか。で人間不信、人狼です。あ、人狼、人間不信か。じゃこれ、え、待って、これ人間不信、え、これ生存者。え、ちょっと待って、なんだっけ。あれ合ってる。あれ、ちょっと待って生存者、あ、最初生存者、生存者ってどこにあります。あ、終わっちゃった。え、生存者、うん、生存者、人狼人狼、人間不信。え、じゃこれ人狼、あ、これ人間、これ、ん、これ生存者。え、あ、本当、え、4枚ちょっと待って、え、嘘嘘だ嘘だ。なんでなんで、最初合ってたよ。最初合ってた。最初何が起こってるんですか。色に出せるようです。カードを出してください。え、よろしいですか。はい。それではいきます。せーの、とどまる。では、2人は、役職から開けてください。せーの、生存者。2人とも負けです。あれ、ちょっとなんか多分あれ、私あの揺さぶりかけようとして、うんうん、人狼かなって思って、うん、揺さぶろうと思ったんですけど、うん、そしたら疑わせてしまった。あ、大丈夫で、いろいろ怒って把握漏れが起こった。ちょっと待って、ちょっとね、待って、待って、もともと私が生存、うんうん、あ、こうだったんだよね。生存者生存者で、うん、でここ交換
ってか、まあ、お題を見た結果こうなって、なってで引いて引いて引いてこうなったんだけど、うん、なんかこれが訳分かんない。そうだね。多分私も多分訳分かんなくなって生存者が4枚になってますよね。4枚になって。あらじゃーんと思って立ち去りました。これはこれごめんこれ多分私交換前と交換ごとで枚数ちょっと間違えたのかもしれない。あ全然やばい怖これ合ってたのにね。いやいろいろやっちゃったやっちゃったねでごちゃごちゃなっちゃいましたね。これ人間同士がなんか醜い感じになっちゃいました。醜い感じになっちゃいました ね, ね平和でしたね。平和だけど私はもう立ち去って死にました。ちょっとあの祈っときます、うん、あの戸締まりしっかりしてわかりました。温かくしてみます。食べられないように頑張ってください。はい、かしこまりました。はい、はい、今回は疑心暗鬼の小屋というゲームで遊びました。はい、どうでしたか。いや悔しい悔しいってか一回も勝てなかったね。そうですね、ゼロ勝でしたね。ゼロ勝だったね。ちょっと三上さんと今度二人でやるときはちゃんと信じ合いたいなと思ってます、うん、そうだね。ちょっとね人間同士がなんかごちゃごちゃしてただ、うん負けるっていう感じになっちゃったからね。そう、すれ違いみたいなってことですね。小屋の中がね。ちょっとね、リアルでも多分サバイバルとかで2人生きていけない感じはちょっとなんかあの連携取れないみたいな。じゃあ今度ご飯でも行って種目を変えましょうか。えらい。はい。じゃあそうですね。そこから、ね、ラーメンとか、ラーメン行こうか。バーガーキングとか。あ、そうですね。はい。はい、種目を深めたいと思います。ありがとうございます。はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。